せーの、みなさんこんにちは。おそ松役の中西智恵です。から松役の広池です。ちょろ松役の杉崎真宏です。一松役三井純平です。中志松役中村ミントです。小田松役の本間和樹です。はい、アニメイト池袋本店6階で開催中の舞台おそ松さんセカンドシーズン衣装展に来ました。いやいやいや、衣装展すごいよ。こちらですね。来ちゃったね。僕たちがステージ上で着用した衣装が展示されているとのことで、一緒に見ていきましょう。見ていきましょう。すごいね、もうこれ全部バーッと並んでてね。すごいよ。え、ちょっとミントのだけやっぱ長くないそうで。特注ですから。特注なの。ガッツ特注ですよ。これ出てこないの。これは触らない。ほんとだ。これ触らないと出てこない。あ、さ、出してくれ。ここのさ、そうだ、あるからさ、俺ここにチャックあるんだよね。このあ、え、ここから脱げられなかったか、このさ、ワイシャツ。確かに確かに。こっから脱いでたんだよ、俺。確かに、ケツケツとかね。着ないだろ。着ないだろ。おかしいだろ。ちょ、カズ、ケツケツ。あ、ゴミついてる。めちゃくちゃ頭にゴミついてるやつ。JP がかぶせてる。頭に本当についてる。めっちゃ頭きたびめっちゃ頭きたびゴミゴミゴミついてる。ゴミじゃねえ。俺の衣装いいんだって。ちょっと開けとくぐらいしかない。開けとくぐらいしかない。チンチン呼吸やめろやめろ。危ねえ危ねえ。呼吸か。こんな楽しいので、あの、むつごもいるので。いねえ。面白いな、面白いな。やらかしてくれんのか。面白いな。トモヤからじゃ。面白い。じゃあぜひたくさん来てください。はい、お願いします。はい、ここからは、実際の衣装を前に、僕たちムツゴが松捨てについて熱く深く語っていきたいと思います。イエーイ。実際見てどうだった？なんか懐かしいよね。なんかこれ着て舞台上で、ね、ボケて突っ込んでなんかわやわやおそ松やってたなって、うん、なんか記憶が出てくるよね。また8月にね、うん、昼から。いや、これは着ない、これは着ない。あ、これじゃない。これ着ないんだ。そう、半袖ね。そうだ、半袖になるんだ。そう、ズボンは同じじゃなかった？そんなことない。ズボンは同じだね。そうだ、同じ同じ。うわ、そっか、じゃあこれそうね、もうたくさん見とかないとね。いや、そんなくなんない。別にまた着るかもしれない。これ終わったら処分します。頑張ろうから。またね。で、好きなシーン。誰が好きなシーン。好きなシーン。ここが俺の注目ポイント。はい、どこですか？振るなって。いきなり好きなシーン。好きなシーンとか。いや、だから速攻でね、流れてるけど。速攻でね、ここで流れてるのは多分伝わらないから。伝わらないですよ。ただ衣装店に来たね、流れてる。モニターでね、映像がね、流れてるけど。いや、僕はあれかな、チンコ吸い。チンコ吸いかよ。チンコ吸いじゃないよ。やめろやめろ。ちゃんとね、そう、恥ずかしい恥ずかしい。ブルーレイにちゃんと入ってますか？うん、ちゃんと入ってびっくりした。だから、その喜劇もね、なんかどっかで入れて受けたらいいな。入れなくて大丈夫です。入れなくて大丈夫です。別にそんな誰も待ってないと思う。待ってない。普通に呼吸してください。お願いします。どうだ、俺に。そうっすね、好きな。でもやっぱ6人で出てるシーンとかすごい楽しかったなって、うん、みんなで笑いを取っていくみたいな。あ、めちゃくちゃ。俺はだから一松の、家族間違いのシーン。あー、俺好きだった。俺も好きだった。めちゃくちゃ好きだった。あそこなんだろう、あそこすごいおそ松らしさあるよね。そう、なんか急におそ松ってさ、こう笑い話ばっかりだったのになんか、うん、急にシーアスになって、それがたまにちょっと面白いみたいな、なんか良さ出てる。あ、違う、これそこじゃなくて、手紙に、はがき渡しに行って、俺が渡すんかいで、ちょっと一笑い起きるとこが気持ちよかったって。自分のことじゃない。いや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 、全部自分のことじゃない。だからそのシリアスになる、それを含めてってことだよね。けど一番自分が面白かった。あ、そういうこと。いや、でも違う、話は。みんなで作ってたから面白かっただけで、あなたが面白かった。気を取り合うじゃない、一緒に言い合って。なんで久しぶりにやってこんな先に。その前 F6 だけのシーン、あのなんか恋心のシーンとかも、うん、そうだね。あと俺、あのなんだ、ニャーちゃんとトトコちゃんがさ、なんか、うんうんうん、一体感か、一体感のとこ好きだったな、ハッシュタグにもそうなってますから、使われてるのに。そうですね、パワーワードってことだよね、なんか劇中の中では。あれは好き。え、そっか、じゃあ何、アンドすごい一体感っぽいやつが。いや、俺らができるんですか、うん、
一体形してこうってできるから。分かんない。子供ちゃんたちがやるかもしれない。いや、そう。それはまだ一体感はちょっとなんかこれからも大切にしていきたいな。確かにね。出したいと思います、ね。ミントは？イヤミとチビタ。イヤミのあのロケットのとこと、やっぱあのチビタさんのこう、うわーっていう名前。そうだな。うわーって。あれはたまんないです。あの人5秒ぐらいしか歌ってない。もっと歌いたい。めっちゃ練習してましたから。あそこの歌めっちゃ練習してました。待って待って、喜劇はやっぱ俺らだけしかいないから。確かに。もう相当やっぱいろいろ濃度の見せ所があるかな。確かに本当にチビタ絶対歌わせないムーブ。チビタ歌いたいって絶対歌いたがってるから。絶対邪魔しようね。稽古期間中のお話や、うん、兄弟で感じたエピソード、うん、Fシックの皆様とのお話、Fシックの皆さん、Fシックスのあとアドリブシーンなど、はい、なんか裏話とかありますか？裏話とかありますかっていう。裏話か。いやでも今回本当アドリブ1個もなくて、そんなことない。みんな来た。すいません。もうちょっと。いや違うんですよ。一番俺書いたんですけど、あそこのみかんのシーンがあるんですね。そのみかんの前のシーンのアドリブが一番やばかったです。気がする。あのみかんシーンの前に毎回違うことをやろうみたいのを直前のその閉まってる幕が閉まってるところで考えて、うん、全然面白くないっていう。いやーあれだね。そうどうするか否かのな。そうちょっとギスったりするんだよね。そこで喧嘩してるからみんな。で智也も智也でやりたいんだよね。そうどうしてもやりたい。でやりたいやりたいっつってたから結局表出たらビビってやらないんだよ。言えないよ。その間ずっと純平君もこたつの中で。頑張ってて、そこが一番アドリブ。そういやなんかあそこのシーンで言えば俺こたつに入ってることしかできないから、なんか後ろでそのだから舞台上で何が起こってるのか分かんないし、なんか一回その襖が外れたどうだらみたいな、映っちゃいけない人どうなるみたいな、なんかしてる時俺マジで何が起こってるんだっていうのは、あれはそのなんだ人なんかスタッフさんとかで出てきちゃったみたいな、そういろいろなことになってる。誰かのせいで蘇ってきた。うん、本当にここだけの話、仏みたいな武漢さんがちょっと鬼の形相だ。あの瞬間だけは。それそうよ。だってあれが外れたままになったらやばいんだから。しっかり怒られたからやばいよ。ちゃんと怒られた。まあ次は喜劇はちゃんと稽古で全部積み重ねたものをやりましょう。怒られないところギリギリの。ギリギリで。え、ハズキタカどうだった？いや、俺もう話してる。いや、他になんかない。ハズキあんま話してない。結構話してるよ。やっぱさ、俺らはさ、愛を持ってさ、君をいっぱいいじるわけだけどさ、稽古中とかさ、あの本番中とか思い出ないな。めちゃめちゃあるよ、なんかね。眠いの？いや、みんなでご飯行ったりね。薄っ！エピソード薄っ！仲悪い。仲悪くない。みんなが言ってくれたから、本当にもう。なんでこんな雨やん。いや聞いてるよ、ちゃんと聞いてるから。本当にもう聞いてるから。ずっとあったじゃないですか。なんでもいいよ。そうですね。別に本当に稽古終わり飯行った話でもいいし、いろいろさ結構深い話もしたじゃん。そうですね。なんかあれ、あの稽古終わって、あのヒロとまヒロとミントが筋トレとか。ああ、知ってたね。そうだ、体見せるチームね。そうだ。見せるのを見て、なんか何回か誘われたんですけど、でも本当に。なんでやってるのか分かんなかったから、トレーニング？そう、トレーニング、なんでこの人たちね、そんなにやってんのかなって、そんな。あの、ヒロは分かるけど、あのパンツいっちゃうんですよ。そうそう、俺もヒロは分かってるんですけど、マヒロと、ミントも、ミントもだって、あの時まだ、待って、モテようとしてた。え？別に知ってねえし。おそ松知ってるやん。確かに確かに。次の喜劇さ、やっぱ取って脱がせる。脱がせねえ。そしたらあいつも筋トレ始めた。ねえ、こんなに言っといて。いや俺はでも脱ぐシーンはないんですけど、次は。わかんないけど。プロデューサーが言ってた。勝手に言わない。プロデューサーが言ってた。いや、ないって勝手に言ってた。ないなら作るよ、俺らは。うん。いいんだよ。そんなキャラと思うんじゃない。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。ここ結構勝てない。これはね、誰かが筋トレの話した時からスタッフさんがこうやって時計が出てきた。ということですね、DVD にはですね、特典内容盛りだくさんでございます。まず稽古映像、そしてバックステージ千秋楽キャストコメント映像、あとキャストが撮影した6つのカメラ稽古場で撮りましたね。はい、であったり高崎翔太さん書き下ろしのショートストーリー映像、これも別でね、あの映像稽古して映像撮りましたから、あとお始末ライブシーン映像、これなんですか？
か。あのもう一人一人がこの踊ってる時に、うん、その人だけを見る用のカメラが回ってたんですよ。へー、真剣だった。そうなんです。だから、ね、みんなのあの他歌ってないとことかも見れる。一人一人見れるってことだ。そうなんだ。そうですね。に加え舞台全景映像っていうことですね。こちらライブシーン以外なんですけれども、うん、ともう盛りだくさんになっておりますんでね、うん、DVD もぜひチェックしていただけると嬉しいです。めちゃめちゃ面白かったですね。全景映像とかね、なんか舞台に見に行っちゃうとさ、こう集中して見ちゃうから、なかなかこういう俺らとか稽古動画で見れるけどさ、うん、なんかなかなかレアなんじゃない。そうだね、お週末ライブシーン映像。いやでも確かにちょっと盛りだくさんが、ね、盛りだくさんめちゃくちゃあったっすよ、うん、やばい、うん、こんなたくさんなことなかなかないよね。すごい、ちゃんと使われてました、ムツゴカメラで。あ、本当使われてた。見たんだ。見ました。しょうもないこととかもすごい入ってた。しょうもないよ。俺ら自分たちがこれも使われるんだってところが結構使われてて、一番嬉しかったのどこだろう。 F6 の十四松兄さん、十四松兄さんのまさくんがちょっとこうボタン、体の部位をこう押してあった俺っていう、え、その稽古場のやつ。そう、稽古場でやったやつがあるんですけど、そこ入ってるんでちょっとぜひ見てください。確かにあれ、まひろくんが回してたやつ。そう、俺がずっと回してたやつ。 そことかも入ってました。あれも入ってるよ、それが気になる。ぜひ見てください。ぜひ楽しみにしててください。お願いします。お願いします。はい、僕たちの思い出が詰まった舞台おそ松さんセカンドシーズンの衣装展はアニメイト池袋本店6階で5月6日月曜日まで開催中です。衣装展ブース内では写真撮影 OK ですので、ぜひたくさん写真を撮って、そして SNS で感想を投稿してください。はい、さらに公演会場で特典配布をしていた2024年卓上カレンダーが限定復活。詳細は公式サイトをご確認ください。はい、そして衣装展ブース内では F6 ライブディスティネーションと僕らムツゴ、トトコ、イヤミ、チビタ、ニャーちゃんが出演する新喜劇おそ松さんの特大ビジュアルがそれぞれ掲載中です。はい、新喜劇おそ松さんのビジュアルには僕たちのサインもございますので、ぜひゴールデン期間中はアニメイトに。ゴールデン期間中ゴールデン、ゴールデン期間中ゴールデン期間中はぜひアニメイトに池袋本店にお越しください。はい、新喜劇おそ松さんは8月29日木曜日から9月2日月曜日にサンシャイン劇場にて会場を開催します。現在チケット公式ホームページ一次選考抽選受付中ですので、お見逃しなく。今年の夏は僕たちに会いに来てください。バイバーイ。